すごい響きますね、ここ。大丈夫かな。なんかセルフエコーみたいな。はい、中井理香です。今回はですね、ちょっとご報告動画といいますか、まあ、ここで一旦アパレルプロジェクトの第1弾が区切りになるので、ちょっとお話をしようかなと思う動画でございます。今までね、いろいろと、まあ、記事を選んだり、文化で勉強したりとか、そういうのを追ってきてもらったんですけど、YouTube では。それの、まあ、第1弾が終わって、まあ、第2弾も作れたらいいね、みたいな感じなんですけど、もう本当に完売祭り、まあ、あのね、入荷数を間違えたマスク以外は完売したということで、本当にすごいことだなとも思ってるし、自分でもこんなにたくさんの人に反響をいただくと思っていなかったのですごく嬉しいし、もっともっと洋服を作っていきたらいいなと思ってるんですけど、とりあえず一旦区切りかなというところで、で NGT の活動の方もいろいろとこれから進んでいくことがあって、ちょっと同時進行が難しいかなっていう気持ちもあったりとかして、一旦お休みにはなるんですけど、また第2弾第3弾と作っていけたらいいなとは思ってます。なので楽しみにまた待っていてくれたらいいなと思うんですけど、 YouTube の更新もとりあえず一旦はここで区切りになってしまうので、それだけ皆さんにちょっとご報告しようかなと思いました。はい、本当にいろいろやったんですよね。普通にデザインも教えていただきましたし、あとはなんか謎に演技もやったし、この YouTube ではたくさんいろんなことをやってきたんですけど、すごい自分でも自分で今までやってこなかったことをこの YouTube でできたかなと思ってるので、本当に感謝でいっぱいですね。だからまたね、違うこととか違う企画とかでも YouTube はやっていけたらいいなと思ってるんですけど、ちょっとお休み期間をいただくっていうのだけ皆さんに分かっておいてほしいなと思います。やっぱ寂しいですね。寂しいですね。いや、なんかまあいろいろね、スタッフと揉めたりとかスタッフともいろいろあったりとかしたんですけど、でもね、その中でも支えてくださったのですごくありがたいなと思ってますし、本当右も左もわからないところから始めて、こういうふうにプロジェクトとして第1弾成功できたんじゃないかなと思ってるので、なんかそこまで行くのって本当に大変なことだから、自分でも本当に嬉しいしびっくりしてるし、ここまで来れたことが。なのであんまり言いたくはないんですけど、本当にありがたいと思ってます本当にありがたいと思ってます感謝を述べると体が痒くなる作用があるので、感謝と反省は私できないんです、すいませんはい。かけね、青春時計かけたら泣くと思ってますか、私のこと。なんか本当にこうやって服になるんだっていう嬉しさがあったので、ファーストサンプルできて最初に自分の作った洋服を見た時はもう本当になんか、わあすごいって なったし、なんかもっとこうしたいみたいなのが最初はなかったんですけど、そこまでそういう欲が。でもなんか洋服が出来上がったの見たら、なんかもっとこうしたいなとか、ああしたいなみたいなのがすごいどんどん出てきたので、それはすごい感動したし、うん、あれは思い出、一番の思い出じゃないですかね。次も作ろうかなって思ってるんですか。洋服は作りたいんですけど、でもなんかリーキャンディーのテイストをもうちょっと、第1弾目はそのファンの子とかが好きそうとか
男性でも着れそうとかそういうのをすごく重視したんですけど、もっと私の好きな世界観に振ってもいいんじゃないかなって思ったので、そのなんかコンセプトみたいなのを練り直してデザインとかも描いてみたいなとは思ってます。具体的に中原さんのイメージというか、具体的に言うとなんかレトロ感のあるやっぱり服、レトロっていうかアンティーク感かなが好きで、そういう色味をもうちょっと出したいなっていう気持ち。なんか小物とか靴ちょっと黙ってて分かんない、靴を作りたいなって思ってます。まあ同期もねたくさん卒業していったり、アイドルから環境が変わった子が周りにたくさんいたので、そういう子たちに話を聞いたりとかしてると、やっぱりなんか次に何かアイドルじゃなくなった時のステップとしてお洋服とかが今のうちからできてたのはすごくありがたいなっていう思ったぐらいですかね。あの本当に約1年間ですけど、この YouTube を見てくださって本当にありがとうございました。すごく私としてはあの、最初のお洋服を始めるにあたって最初のステップをこういう風にあの YouTube で追いかけていただけたことは本当にありがたいことですし、自分にとってすごく成長できるコンテンツだったなと思います。見てくださって応援してくださってありがとうございました。またね、次第2弾第3弾できたらいいなと思ってるので、それまでリーキャンディーのお洋服は楽しみに待っててくださったら嬉しいなと思います。見てくださってありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。またね。はい、ありがとうございます。全部聞こえてっけど大丈夫そうねえ、お疲れ様です。びっくりした。やったー、ありがとうございます。でも6000人ぐらいですよね。すごい、正解正解です。それ全部聞いてたんだけど、ねえねえ、リカ真っ赤っかなんだけど、楽しかったです。ありがとうございます。めっちゃ真っ赤っかなんだけど顔。